感じで今から焼いていきます。鶏のもも肉、骨なし、これは皮を取ってます。皮なしです。スパイスで昨日から漬け込んで、これから釜で焼きます。高温の釜で焼くことによって油がしっかり落ちて、で、中の方はスパイスでコーティングされているのでジューシーに仕上がります。高タンパク、低カロリー、素晴らしいダイエットメニューです。あとね、このスパイスが鼻の粘膜を刺激してくれて、スーッてさなどりが良くなりますよ。私この花粉症が和らいだような、すごく楽になってます。ぜひとも食べてみてください。スパイスの力、恐るべしです。注文お待ちしてます。4つ700円です。